はい、こんばんは。こんにちは。スターバウンド、インターステラ、そして惑星探索へ第17話、16話の時にね、最初の銀河を飛び出して、隣のね、惑星群、銀河系、来ました。そして最初の飛び込むとこはね、氷の世界で、やっぱ、着いた瞬間 HP 減り出して、死んじゃって、次はね、松明じゃなくて、キャンプファイヤー持って行って、キャンプファイヤー設置しても、やっぱダメで、諦めました。で、なんとかその惑星、銀河系の中で行けそうな場所、降りてもダメージ食らわなさそうなとこに降り立って、敵はめちゃ強いけどね、前回ちょっとチタンをね、5個見つけることができました。でも5個じゃ足りないってことなんで、まだこの辺の、ね、ちょっと探索したいと思います。この辺もね、多分これもチタンじゃないかなと思うんですよ。あとこの敵をちょっと掃除したいですね。そんな感じで続きやっていきたいと思います。いきます。掘ります。掘って、ロケットランチャー的な、そんなんで、一気に行くぜ。ちょっとこの辺ね。そう。行くぞ。イエー。で、どこ行ったみたいなね。もう一匹どこ行ったみたいな感じですね。あ、帰ってきた。火吐くやつじゃねえの。ちょっと直線コース行こうか。ああ、シルバーだったか。ちょっとがっかりだけど。いけるか。いけるね。逃げちゃったよー。で、今のうちにちょっと正面掘りましょう。この辺を掘って、見えた瞬間射殺で。あと一発。ステンバイ。こちら。ああ。オッケー。イエー。オッケーいった。よし。とりあえず下に行って、明るくしよう。明るく。足場がいるからね、ちょっと残しときたいね。あ、よし、チタニウムでした。で、オッケー。いやー、4番。ピクセル。宝箱もあるしね。じゃん。オッケー。じゃあ、掘っていきましょうか。その前に。ちょんちょん。よいしょ。いや。これも。よっしゃー。チタン。シルバー。シルバーでしたけど。チタン混ざってんじゃねえの？混じってないか。結局、ここの辺にあった1個だけでしたね、チタンは。あ、これチタンなのかな？下のね、金の下のやつ。あ、シルバーか。あと、そろそろね、あれも欲しいですよね。テラリアであった、その爆弾。街に行けば、売ってんのかな？オッケー。じゃあこっち行きましょう。これも。チタン。
で、次はこっちですね。よいしょ。お、いいね。これどうなの？チタン！いい感じ。じゃあ。ちょっと暗いな、ここ。じゃん。よし、行くぜ！よく覚えてないんですよね。鉱石何個でバーになって、それ何個使って、鎧ができるのか、みたいなね。なんか前、テラリア実況とか見てる時でも、ね、金は何個と何個と、銀は何個と何個があればいいよみたいな感じでね、数計算しながら掘ってる人いたんですけど、そんな風になれねえな。掘り尽くすまでよ。あ、結構金広がってるね、広がってるね。なんかこの水の中に潜ったらそのね、BGM がちっちゃくなるのがいいよね。で、今後ポーションとか作れんのかな？わかんないけどね。この水がめっちゃ取れるんですよ。よし。まあ、せっかくなんで、ピッケル使っていこう。この辺はちょっと時間た、おっと、下なんか明かりが見えてきましたよー。でも、先が見えないからマニピュレーターで。おお。どうしたんだ？めっちゃ広いね。まあ吸う、ここも吸うしかないよね。ちょっとライトアップ明るして1番。なんかいるぞ。お前なんだお前は。まあいいや。ちょっと遠いな。9のキーまで押すのがね、遠いんですわ。この辺セットしとくか。OK、6番。ここに来て死ぬとかないよな。あ、ちょっとダメージ食らった、もしかして。USCM。これ絶対チタンだよね。せっかくなんて。これも全部チタンじゃねえの？こっちも気になるね、左側ね。ちょっと暗いから見にくいな。やっぱマニピュレーターでちょっと水を吸おう。ちょっと明かりつけよう。で、こっからピッケルで。まあ今回先にね、あのマニピュレーターの強化すると思うんですけど、その後ね、この惑星を掘るためにちょっとダイヤピッケル作りましょうか。ね。まあせめて
おー、ここまでか。これダイヤモンドじゃねえの？ダイヤの噂してたらダイヤモンドですよ。で、これがね、シルバーじゃなく、チタンだと、ミッションコンプリート。帰れますね。勝てえぞ、ダイヤモンド。だけど、その、チタン装備作った後の、シップミッションの、シップミッションじゃなくて、アウトポストミッションの、ペンギンさんのやつがね、なんか借金がうんたらこうたらとか、お金貸してるうんたらこうたらとか。だから、ちょっと強く、強い人なら頼めるかなって、明らかになんかちょっと殺してくれって感じですよね。おっと、チタンです。チタンです。これは？これはないね。オッケー。じゃあ、チタンいただきましょう。じゃん。おいえー。イエイ！チタン4、15個になりました。エンドオープン。なんか本当になんかすごいな。ここなんか入ってるのかな？チェック。空か。チェック。空か。何？下でなんか食らってますよ。毒沼があるってことか。よし、じゃあまあこの辺から回収していこうか。ウラニウムとウランとこれがチタン。チタン、イエー。取ってもいないのに。あ、取ったか。チタンか。で、落ちてきたらシルバーでしたみたいなね。こんだけ手に入ればいけるっしょ。とか言っても足りないとか結構起こりうるんで。9番9番。残さず回収しましょう。いいね。転がってきた。石転がってきた。いやはや。話がこれで進みますね。前回本当に2話使って。何の成果も上げられませんでしたみたいな感じだったんで、今回これでなんとかね、マニプレーション強化クエストとペンギンさんのクエストが終われそうです。ねえ、チタンも手に入るし、石炭も手に入るし、いい感じ。まあこの辺回収して、いっぱいあるな。
結構47個だからもう全然数字的には OK そうだね。ちょっとここにちょっと明るく、うおー、いっぱいあるね。さてさて、回収回収。あの左の部屋のね、2階部分のボックスの中身も気になるしね。右の部屋は何も入ってなかったけどね。まあなんか上にもあるぞ。ここにもあるね。な、石炭も50個くらいになってきたし、いい感じ。OK。じゃん。すごいな。金じゃねえのあれ。金だよね。OK。この地味な作業がね、癒されますね。ちょうどこれ掘って上に行こうか。よいしょ。ダイヤモンドもあるし、これ水なんじゃねえの。回収回収。本当に大量ですわ。あと、そうですね、溶岩地帯もあったんで、溶岩地帯と惑星がね、高テンプチャーな。だからそこの惑星をなんとか生存できるような、そのスーツ的なのも必要になってくるでしょうし、ローテンプチャーな、氷河的な場所も行けるようなスーツもやっぱ必要になってきてますから、スーツっていうかね、このハイテクテックのバージョンアップ的な装備のあれも手に入るのかな。さっきここの惑星に降り立った時の宝箱の中からハイテクなんちゃらって手に入ったんで、それをもしかしてシップの方に投げ入れると、もしかして氷河的な場所が OK になります的ななんか、あんのかな？ダイヤモンドも大量です。まあ、このぐらいかな？じゃんと。ジャンプ、ああ、まだ、ああ、見つけたら掘らないかんよね。なんで、早く船に帰るのも楽しみですしね。だけど、なんか、もしかしたら、その、前みたいな、緊急ミッション的なのが発生して、急にボスフィールドに飛ばされるってこともあるんで、あれはびっくりしましたね。で、いきなり訳も分からぬままみたいなね、
進んでいくしかなく、みたいなね。ボスめっちゃ強いし、みたいなね。ここもすごいな。塊すごいな、これ。うわ、すごい。ああ、結構あるね。だけどこのテラリアじゃなくてスターバウンドはそのね、クリエイティブモード的なのがないから、やっぱ金系のものが欲しい人は結構頑張って掘るのかな。オッケー、ジャンと掘ったねー。一応下も行けるってことは、ちょっとチェック、オープン。おお、松明オープン。なんだよそれ。だけどこの発想いいですよね。地下室作ってこういう風に乱雑にこのチェストってかボックス系のやつ並べても倉庫って感じが伝わってくるからいいね。うまいこと考えましたね。16スロット、この辺のあれが本当に飾りなんですよね。ね、オッケー、オープン。なんかあるぞ、あっち行くしかないじゃない。これ拾って真下に掘って、あー、ウランがあるねー。チタニウム、これはゴールド。よし、まあ、下の掘っていきましょうか。なんだろうね、あれは。あ、これ、これも？チタニウム。よし、行くぜ。なんだろう、スライム、スライムブロック。へえ、へえ。ダイヤモンドすげえし、これチタンじゃねえの。ああ、ドロドロと。これがチタンか。シルバーか。ポイズン、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 ポイズン。
セルバー、セルバー、セルバー。いかん。オーマイガーシュ、オーマイガーシュ。勝てるぞ。4番。あーとか言ってね。ちょっと帰りたかったです。OK! じゃあ、作りましょう。でん。来たこれ!たらら!とりあえず10個作って、マニピュレーターの強化!イエー !Let's talk! アップグレイド!やったー!ゴールドバーとチタニウムバーか。ゴールドバーも必要なのね。オッケー。作りますよ。一個も持ってないってやつか、まだ。あ、いっぱい作れんね。そんないっぱい作ってもしょうがないから。とりあえず、20個くらい作っとこうか。じゃん。さーて、さーて、さて、アップグレード。イエーイ。で、What the fuck?デュラスティール。なんだそれみたいなね。ああ、まだミッションは増えてないですね。で、あとは、装備ですよね。ここチェック。ダイヤモンドピッケル1個作っとこう。じゃん。で、違うね。あと、ロボティスクなんちゃらって言ってたよね。ロボティスクなんちゃら、やっぱ作業台かな。ウッドテーブルで、ボーン、ニュー、スノーボール、アイアンランタン、サンドブロック、ウッテン、ここか?じゃん。イエー。プロセッサー。プロセッサー、プロセッサーあったか。なるほどね。また行かなきゃならんって感じですね。使い方どう使うんだっけこれ。よくわからないです。うーん、なるほどね。これをプラチナ、俺で装備、装備、装備どこ。これ、じゃんじゃん、カッパー、何これ、ロット、あー、ウラニウムロット、スタリウムバーで、カンチンカンチンって。あ、いろいろ、ここは武器ね。で、精錬で、これは?ブレストプレート。これか。これで完成なのか、もしかして。ポンドじゃねえよみたいな。
じゃん、じゃん、じゃん、じゃん。なんかマネキンかなんか欲しいね。オッケー、これで。じゃん。おぉ、なんかフォールアウトみたいになったね。かっこいいじゃん、ちょっと上脱ごう。で、この上取ったら、もう、フォールアウトですよ。の、アウトキャストみたいなね。おぉ、いいじゃん。これにしとこう、しばらくね。オッケー、イエーイ。イエーイ。じゃん。で、この辺、預けて。これも預、あ、預けれねえか。ウェディングドレス。ウェディングドレス。ライルメル。ライルメルと、これ取って、装備系を、メディカルキット。あは。かっこいいじゃん。よーし。じゃあ、一回ね、アウトポストに行きましょう。じゃん。ここね、覚えておかないとね。いっぱい湧くさんね。よし。行こう。さてさて。青函移動結構長くなりましたね。ピッケルも手に入ったし、あとはね、装備系とあれですよね、武器の強化もしたいし、かっこいいね。よし、じゃあ行きます。で、ここでアウトポスト、じゃん、イエーイ、イエー、ヘローヘロー。おっと、ペンクイーン。その前にこの人がなんか前ダイヤモンド持ってこいって言ってたくせにダメなんですよね。イエーイ、イエーイ。なんか場所の、惑星の場所を分かりました。で、他のクエスト発生してないのかな。特にびっくりマークとかないですよね。ないですね、ないですね。 OK。で、売ってるもの増えるとかはないよね。じゃん、ゲートで戻って、じゃん。もし、ここに表示されるのかな。来たね。これがボスですよ。ペンギンさんのアウトポストの、その、場所を教えてもらったみたいな感じですね。多分これボスですね。そんな感じで、これの配信、録画終わった後にちょっと武器系をちょっといろいろこの工具とか見て、何が作れるか見てみたいと思います。で、ちょっと武器強化して、ね、ポーションとかも作れるのかな、わかんないけど、そんな感じのことをね、考えながら、とりあえず、ボス挑戦かな、次回はね。はい、じゃあここで、終わりにします。お疲れ様でした。